皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もシースルーマッチ3で遊んできます。さあ今回からつかさちゃんでございます。361ステージ攻略いってみましょう。いやーなんかですね、新しい子って、まあ、そうではないですかね。さあ、あーなるほど、あそっちから振るんですね。黄色のマスを一緒に壊さないと黄色のマス増えないから、どうしますかね。緑、あーこれで横ラインいきますか。あれなんか思ってたと違う消え方しちゃった。お、これでいけるでしょ。縦。よーし。特殊ジュエル作りづらいですね。こうなると。かといって消しづらい。はい、下げて。まあちょっと下げるしかないですか。はい。よーし。さあ、これでいいですか。特殊ジュエル作れるときは作った方がいいですよね。あーずれちゃう。はい。あと20回。お、これで特殊ジュエル作れる。オレンジ。ちょっと待ってください。こうして、ちょっと動かない。スマホが。おお、これで1個作れる。これ横でしょ？オレンジ。わあ、あこれでこっちに特殊ジェル作れますね。おお。さあ今の良かったんですかね。黄色、はい、これでちょっと黄色出てきてほしい。出てこない。あ、出てきた。これでこう下げて星を作ると。賢い。そしてあと10回ですからね。特殊ジェルと組み合わせたいけど、青がこっちまで来ないでしょ、多分。これで1段下げてオレンジでしょ。オレンジ。これちょっと下に。いやー、結構頭使うとき使うんですよね、シースルーバチさ。こうして、これで下げて、ほら。で、ドカーンと。いったでしょ、これは。ちょっとなんでそこ残るの？ちょ、ほんと？一個だけ残るの？そんなに綺麗に？え？ちょっと待ってください。こうして、こうして。あ、これでいける？よし、いけました。やりました。ありがとうございます。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。他にもたくさん動画をお出ししておりますので、よかったら再生リストから引き続きご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。